三つはタイガー、三つはタイガー株式会社、三つはタイガー、三つはタイガー仕様、LTD は、大阪府堺市堺区に本社を置く、野球用品メーカー、プロ野球選手用バット公認メーカー、日本ソフトボール協会推奨メーカー、全日本軟式野球連盟公認用具メーカーでも、ある。トライン、タイガーという登録商標を有するメーカーで、主にトラインブランドのバット、 トライン、バットグラブ、トライングローブを製造、販売。グラブの製造については、すべての作業を日本国内で賄っている。前身は、現在の社長、深江豊寺の父が1947年に、大阪市北区曽根崎で設立した、株式会社日、ツアー運動用品店。店名の、三ツワは、深江のジップを含む3名の共同経営であった、ことに橋を発している。 ブランドの名前やマークに虎を用いたのは、全身がファイトの塊で、ことの代償を問わず、全力を挙げて攻撃するという虎を、スポーツの世界に欠かせないすべての要素を兼ね備えていて、スポーツを志す私たちに大きな教訓を与えてくれる存在と見たことによるもので、ペットマークが虎である主要取引先の阪神タイガース。阪神とは無関係である。 1965年8月に、現在の社名へ変更すると、1969年12月には、トラインスポーツ工業株式会社、グローブ製造工場を運営する子会社を設立。モノホシザ竿と形容されるほどの長尺バットを製造していた時期もある。1970年代からは、阪神の主力選手、江夏豊、藤田平、掛布正幸や、 NPB の球種を彩るた球団の著名選手、落合博光、大田浩二、外、木場義郎などとアドバイザリースタッフ契約を締結。掛布愛知事、当社のテレビ CM にも出演していた。1980年代の前半には、虎印、ダブル圧縮バット、虎印 DD グローブといったオリジナル製品のト、などによって、 およそ180億円もの売上高を記録するほどにまで成長した。最盛期には、阪神の公式グッズも製造。同球団の本拠地、阪神甲子園球場では、1.3類、ガワダックアウトの屋根の上に長らくトラインブランドの看板を設置したほか、春夏の高校野球全国大会期間中には、出場校の選手向けに無料のサービスショップを開設していた。 しかし、事業の拡大に失敗した影響で、1985年2月20日に、破産。トラインブランドの所有権も、第三者に売却せざるを得なくなった。ただし、野球用品メーカーとしての技術や対応を高く、評価していた掛布は、会社の再起を期待しながら破産後も同年の、シーズン終了までトラ印のバットを使用。公式戦で40本類が、 打率3割108打点を記録するとともに、チームを史上初めての日本シリーズ制覇に導いた。さらに、破産当時の社員を再就職先が決まるまで、スタッフとして雇用することを前に、自宅付近で、スポーツカジュアル用品店、スポーツハウスフィールド31をオープン。この開店をきっかけに、サイドビジネスへ手を広げつつ、全員の進路が決まるまで営業を続けた。 破産当時の副社長だった深井は、1990年代前半から2年以上に、渡って交渉を続けた末に、1996年に、トラインブランドの所有権を買い戻すことに成功。1998年に、会社の生産を完了させると、かつての社員1名と共同で、現在の会社を設立するとともに、社名及び商標を継承した。後に深井は、 設立に至った背景に、掛負に加えて、ファンや、破産前の取引先からもトラインブランドの復活を求められたことを挙げている。現在の本社がある建物は、破産前まで倉庫として使われていた。新会社の設立後は、日本国内でのグラブ生産を続けながら、製品の販路をインターネットにおける、日本国内限定の通信販売に特化。その一方で、阪神球団から、 公式グッズの製造を再び受注したほか、破産前のアドバイザリースタッフだった、掛布、落合のモデルを復刻している。肖像権などの関係で選手名の使用が制約されることから、当初の復刻モデルでは、掛布、落合が当時所属していたチームのアルファベット名の頭文字と背番号を名称に用いていた。なお、掛布が、 阪神のゼネラルマネジャー付け育成打撃コーディネーター DC へ就任した2013年には12月16日にトライン復活と銘打った掛不動席の記者発表会を東京で開催。破産時点では日本へ出展していなかった外資系スポーツ用品量販店スポーツオーソリティでの店舗限定販売を皮切りに破産から28年ぶりに スポーツ用品店での販売を再開するほか、掛けの名を冠した、タイガー T-31 掛布型復刻モデルの、バットやグラブを、受注生産方式で販売することを発表した。2014年12月に新設されたスポーツ用品、卸売業、株式会社フラック内には、三つタイガー事業部を設けており、総代理店として、同社の商品を扱う。平成十八年、 開発したキャッチャーミットでグッドデザイン賞特別賞を受賞。いずれも現行、新会社で製造、販売、カタログに氏名が掲載されていた都市で記載。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。